何？この子が何か悪いことでもしたの？うるせえ！連れて行け！どうしたの？お金くれない、これだけ。みんな行きましょう。アポン、お前これ盗んできたんじゃないぞ。お父さんがくれたんだ。俺のお父さんは日本に働きに行ってるからな。でもおかしいんじゃないか、こんな高価なものもらうなんて。そこが日本さ、魔法の国さ、物はいくらでもあるんだ。日本か。昔先生に絵の国、花の国だって聞いたことがあるわ。素敵なところでしょうね。乗って。Thank you.
ディシャ。あ、お兄ちゃん。明日売りに行きます。あんたたちのお父さんはろくでなしよ。私たちは明日の生活すらわからないのに。アポン！最近の女の子は夜で歩いてていかんな。わしの若い頃はもう少し秩序が。泥棒か。最近は泥棒も多いな。あんなにちっちゃな子が。捕まえて。お、もうよしよし。
僕は夢を見ていた。結局僕は現実から逃げることはできない。明日になったらお母さんは本当に自転車を売りに行くだろう。でも僕は日本へ行く。必ず行くんだ。僕の自転車に乗って。